ラトウの高い個体格構内の橙色が本種の特徴の一つ。ただし幼貝のうちは暗視褐色。ラトウ部のカクラ層の側面は決して膨らまず、普通は固結するのも本種の識別点。受道枕、受道枕、とぶ器道枕が加名ミニアキアライバミニアシアは枕貝科に分類される巻貝の一種。本州中部以南のインド太平洋の暖流域の 戦海に生息する。この海域では最も普通な枕イ,イ類の一つ。俗ミニアキアライバピトゥイーサージェント1986のタイプ種。樹道とは洋曲、枕児道などで知られる不老長寿の扇動、児道のこと。和名にはガイをつけて樹道枕イとする場合もある。種小名ミニアシアは、ラテン語で、朱色のマイナスのいで、 生涯の辛口内部の色を表したもの。中国名は、大々口がやら。インド西太平洋、江戸時代の海類図布、名八布には、奇襲総集傍州その外名編に算数とあり、千葉県や神奈川県周辺にも算するように書いてあるが、証拠標本の所在等が不明なため、これらの情報の整備も不明である。携帯は、以下のように説明される。 長官隊から水深20メートルくらいまでの砂底に生息する。このグループの一般的生態としては、普段は砂に半ば渦漏れ、水管を髪型に死んださせて生活する。肉食で他の動物の死体などを食べるほか、砂地を這いながら、他の二枚貝や、同類の貝なども捕食する。貝を捕食する場合は、後足の裏面で押さえ込むように捕まえて、砂の中で食べるという。 私有遺体で交尾して受精し、数十個の卵が入った卵脳を産卵する。卵脳は、休憩、固着性はなく潮流で、移動拡散する。受動枕は族、ミニアキアライバピトゥーイサージェント、1986のタイプ種であるが、本属は、当初オリバ族の亜族として創設されたため、20世紀から21世紀初頭までの、ほとんどの資料で、樹道枕は、 オリバ族に置かれていた。その後2010年代になり、独立の族に昇格され、分子系統解析も交えた枕外状化の再検討を行ったカントルらも、独立の族として扱っている。反問などに変異が多く、いくつかの亜種に分けられることがあるが、時期や研究者によって分け方が異なる。海産動物のデータベース、ワームズでは、 下記のように2010年時点では4アシュに区分されていたが、2017年版ではそれらのうち3アシュが別種扱いとなり、樹動枕には全くアシュが認められていない。また、日本の代表的な海類図鑑である日本近海産海類図鑑では、かつて日本でアシュとされることが多かった紫樹動枕を褐色班の少ない単なる色彩変異とし、やはりアシュは認めていない。 これらも含め、以下に、いくつかの分類例を挙げる。一見似たものが多いが各構内の大色と、羅装側面の形状を目安にすれば識別しやすい。柔道枕、貝殻断面図案1より聞く、コトブキワラベとぶきわらべと久米千人、調整電枕の健ことより、柔道枕という和名は、江戸後期の貝類図鑑、名八で著者の武蔵石とぶきが、通称として採用した。 受動枕が最初である。明治後期になり、岩川智太郎が、提出博物館の改類標本リストを出版した際に、これを引用して、正式に本種の和名に採用した。その後は、平瀬与一郎や滝勲なども、同じ漢字表記で本種を図示している。従って、昭和や平成期の一部書籍にある、受動枕や、寿き頭枕などの表記は、 意味が不明である上に時系列的にも採用されない。樹動とは、本来の名は、児童と言い,い、枕の縁で同時姿のまま不老長寿となった、先導のことで、児童説話として知られている。児童は、枕児童や、菊児童として洋曲、長唄、歌の題材などにもなり、下ってメ上八プが編纂された江戸後期には、児童説話から、スピンオフしたキャラクターとして、菊児道や、 菊児童の名で、他の不老長寿のキャラクターとともに、庶民的な芝居などにも登場した。児童説話で最も有名な例の一つは、太平記巻十三の龍馬真相寺にある次のような話である州の、牧王が超愛した児童という名の同時がある日よその罪で、歴剣さんという宮前の流刑が決まるが、憐れんだ牧王は、児童との別れに際し、依然釈村から授かった。 ありがたいハックの毛のうちの肉を自動に与える。宮山に捨てられた自動は肉の毛を忘れないようにと傍らの菊の葉に書き写す。と、その葉の色が落ちた川の水は甘露の冷水となり、それを飲んだ自動は不老不死の先動となった。ここでの枕は単にまたいだだけのものであるが、用局枕自動では、牧王は肉の毛をお枕に書いて自動に渡し、 700年後に薬水の源流を探し求めて歴県んにやってきた義の文帝の親しんの前に若々しい姿の児童が現れ、その枕を見せて身の上話をするという筋になっている。通常は華やいだ以上の若い役者によって演じられ、舞台の小道具にも枕が使用される。本州に普通の枕貝に比し、華やいだ色彩の本州に コトブきワラべの名が用いられたゆえんがうかがい知れる。このようにその時代に広く知られたキャラクター名が生物の通称となる例はピカチュウ,ウミウシやウルトラマンボヤなど21世紀でも見られる。ありがとうございます。